歩を応援する音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。オーディオが好きな方は前の日から電源入れて置いとくっていう話聞かれたことないですか？あれってね、その電気がこう回って機械が安定するとか言うんですって。まあ、要は機械が温まったらちゃんと動くっていう風な話らしいんですね。で、車なんかも暖気運転って言ってエンジンかけていきなりブーンって走るんじゃなくて、ちょっと置いといてから走る方が燃費もいいし走りも安定するって話よく聞きますよね。そういう風な流れなのかと思うんですが、カラオケ大会とか行った時にですね、1番よりも30番50番とかの真ん中ら辺の方がマイクが温まってええわとおっしゃる方がいらっしゃるんですよ。今日はそれがほんまかどうかって話をしたいと思います。結論から言うと嘘です。はい。アンプ、先ほど言いましたね、アンプっていうものはやっぱそれなりの電流が流れてるわけなんですよ。なので前の日から電源入れて温めとくっていうのはまあ理にかなってる話らしいんですよね。で、車っていうのもエンジンブル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 かかってるのもありますし、やっぱ大きな電気が動いてる、まあ、機械なわけです。なのでやっぱ動き始めた時よりもある程度動いてからの方がやっぱり安定してるらしいんですよね。一方マイクはどれぐらいの電気が流れているかというと、まあ流れてないことはないんですよ。めちゃめちゃ微弱な電気なんですよ。なのでこれを1日電気流しっぱなしにしてたからといってマイクが温まるってことはまあないんですね。なので申し訳ないんですけども、カラオケ大会1番だろうが1番最後だろうが、マイクが温まってるからええわとか、マイクが冷めてるからいまいちええ声出えへんわとか、そういうのはないです。ごめんなさい。マイクは多分いつも同じ仕事をしてくれますので、実力で、勝負していただければと思います。いらんこと言うたかな。はい、というわけで今日の動画いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、コメント、高評価ぜひぜひお願いいたします。それと平瀬楽器の LINE アットの登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。マイク。